p 四十三ランサー飛行する p 四4 3 r e p 四十三ランサーはアメリカ合衆国のリッパブリック社が開発し主に中華民国空軍で運用された戦闘機リパブリック社がアメリカ陸軍航空隊の要求に応えて開発した機体審査で落ちたものの採用はされたが航空隊やアメリカ陸軍航空軍オーストラリア空軍では 戦闘機ではなく偵察機として運用され、生産数の半分ほどは中華民国へ連ドリースされて日本軍と戦った P-47 サンダーボルト戦闘機の原型と言える機体である P-43A-1P-43 の原型となる AP-4 は P-35 の発展型として開発されたが、機体が一回り大きくなり、 内側引っ込め式の主脚を持ち胴体下部にターボチャージャー搭載した高高度戦闘機になっていた。1939年5月に陸軍の審査を受けたが、この時に採用されたのは XP-40 だった。しかし AP-4 に興味を示した陸軍は、評価試験用として YP-43、ランサーの名称で13機を発注した。 YP-43 は P&WR-1830 から35ツインワスプエンジンを搭載しターボチャージャーをつけていた。武装は機種に 12.7mm 機関銃が2丁と主翼の左右に 7.62mm 機関銃が1丁ずつ装備した。1941年4月までに前期引き渡されたが、 飛行試験では最高速度時速 565km を記録したため、陸軍は量産型の P-43 を54機発注した。しかし、ヨーロッパ戦線での戦訓から P-43 の武装や性能では不十分であることが明らかになり、早くも AP-4 をベースとした後継機2機種の開発が開始された。 このうち AP-4J は P-44 として大量発注を受けるが完成前にキャンセルされてしまった。残りの AP-4L は P-47 サンダーボルトの原型となっていく。P-44 の大量キャンセルもあって、リパブリック社は深刻な経営難に陥っていたが、陸軍はこれを救済し、また新鋭戦闘機の P-47 の 生産ラインを確保するため、性能的に見劣りする P-43 をしばらく生産させることにした。P-43 の生産は第1次発注分の54機で終了したが、これとは別にキャンセルされた P-44 の生産発注を振り返る形で80機生産されたのが P-43A である。仕様は p 十三と同じであるが、 エンジンは P&WR-1830 から49に換装された。P-43 と P-43A は1941年から陸軍に引き渡されたがターボチャージャーが不調だったためか動率が悪く戦闘機としては不適当と判断され、ほとんどの機体が偵察機として運用された。p a の生産と同時期に レンドリースポーに基づいて、中華民国向けの戦闘機として発注されたのが P-43A-1 である。この機体は、エンジンが P&WR-1830 から57に換装されたほか、主翼の武装が 12.7mm 機関銃に強化されていた。また、防弾装甲の追加や燃料タンクの形式が変更されるなどの改修を受けていた。 1942年3月までに125機が完成し、このうち108機が中華民国に引き渡された。これらは中国において日本軍とも交戦した。なお、残りの17機は偵察機に改造され、アメリカ陸軍で使用された。一部の写真偵察型は1942年から1943年の短期間の間、オーストラリア空軍でも使用された。 YP-43 試作型。13機製造。P-43 初期生産型。YP-43 と同一で54機製造。P-43A エンジンを R-1830 から49に乾燥し、主翼の 7.7mm 基準を 12.7mm に変えた型。80機製造。 P-43A-1P-43A の中国への輸出向け型。防弾装備や燃料タンクの保護装備を追加し、胴体全部にも 12.7mm を追加した。落下式増装や 91kg までの爆弾を装備するハードポイントも胴体化に設けられた。125機製造。P-43BBV にカメラを搭載した。 写真偵察機型。2機を P-43A から148機を P-43A-1 や生産途中の P-43A-1 より改造。P-43C 小財布賞。P-43D 写真偵察機型。エンジンを R-1830 から47へと換装 P-43A から6機改造。P-43E 写真偵察機型。D 型同様にエンジンを R-1830 から47へと換装。RP-431942 年からアメリカ陸軍航空隊、軍の P-43 各方が指定された方。前線から引き上げて予備機として保管された。 P-44 ロケット P-43 からエンジンを R-2180 から1に換装した機体。製造機なし。P-43A-1RE。ありがとうございます。